フォンス・キューベン注意に噴したシュトロハイムメディアを再生する本編アルプス・オロシとは1919年公開のアメリカ合衆国のドラマ映画エリッヒ・フォン・シュトロハイムが自作ザ・ピナクルを自身で映画化した作品は現存しニューヨーク近代美術館他にアーカイブされているアメリカ人観光客で賑わう東アルプス山脈のふもとコルティーナ・ダンペッの 小さな村を、下界のアームストロング夫妻が訪れる。夫、ロバートの目的は登山。妻マーガレットは、蚊帳の外で、熱々の新婚カップルを見て、寂しい思いをする。そんなマーガレットに言い寄ってくる男がいた。酒と女と歌を恋よなく愛するオーストリア軍人フォン、ステューベン中尉である。急患の治療や遭難者の救助に忙しい夫は、そうとも知らず、中尉に、 妻の相手をしてくれるよう頼む。注意はこれ幸いと妻を口説きまくる。ドロミーティ山頂登山を控えたある晩、夫は偶然、妻と注意の密通を匂わせる手紙を見つけ、動揺する。夫の疑心は山小屋でさらに深まる。そして、夫と注意は二人で山頂を目指す。当班は成功し、頂上にたどり着いた二人。そこで、夫は手紙を持ち出し、 中尉に質問しようとするが、手紙を崖下に落としてしまう。激しい言い争いの末、夫は注意に言う。妻は、お前とどこかに行くんだろう。本当のことを言え。さもないとここから突き落とすぞ。注意は、そうだと答える。経験が浅く単独で山から降りれない注意を残し、夫は、一人で下山する。しかし、途中で手紙を見つける。 あたらめて手紙を読むと、注意の言ったことは嘘だった。注意を助けるため山頂に引き返そうとするが、夫は滑落する。夫は友人でガイドのセップに救助されるが、注意は足を滑らせて転落死する。夫婦が村を離れるとき、セップが夫にこう忠告する。奥さんを大切に、俺は世間のことはよく知らない。 でも奥さんに何が必要かは知ってる。それは、アイダ・ハット・アーサー・レニッヒチョ、ストロハイムによると存在しない小説東京朝日、新聞1920年2月14日4面帝国間の広告 ABE、プログレッシブ・サイレント・フィルムリスト、ブリント・ハズバンズ、サイレント・エーラー、2020年2月26日閲覧、ザ・アメリカン・フィルム・インスティチュート・カタログ・フィーチャー・フィルムズ、 1911から20倍座アメリカンフィルムインスティチュート C1988 ありがとうございます。